皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます、おやすみなさい、おはよう、はい、いつ見ていただいてるかわからないので、サラリーマン、シンガーソングライター小田隆です。よろしくお願いします。カロラ福岡さん、この度は第6弾キーテンアーティストに選出いただきまして本当にありがとうございます。もう嬉しい、最高、ハッピーでございます。ついにキーテンアーティストになれたかと、本当に嬉しいです。そして、夢の紅白にも一歩近づけたんじゃないかなーなんて思っています。ありがとうございます。この度ですね、収録いただくウィークエンドという楽曲は、実は私はあのサラリーマンシンガーソングライターでして、あ、こんなところにビールが、あ、皆さん本当にお疲れ様です。一週間お疲れ様です。僕も、週末です。はい、ちょっと一杯やっちゃったんですけども、ですね、この曲はですね、まあ、あの週末、まあ、行きたいお店、バーとかですね、居酒屋さんとか友達、先輩、会社の後輩、家族、そして好きな人とですね、あの気になってる人と行ったりですねするときに、まあ、あのその気持ちがもっともっとワクワク楽しくなればいいなと、そんな願いを込めて、作った楽曲です。はい、ただですね、今はステイホームということでなかなか外出もできないですし、そんな中ではあるんですけども、このウィークエンドという楽曲を、あの実は、小田隆バンドのですねサポートメンバーにも協力をちょっとしていただいてですね、お家で会いに行くよバー作ってみましたので、ぜひご覧ください。どうぞ。ということでですね、まあ、あのコロナで大変な時期ではあると思うんですけど、負けたくないですし、今逆にできることあると思います。僕も今しかできないことにチャレンジしながら頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。小田隆でした。